粉はもうやめよ、すっぱりやめよ。はい、こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は崩れにくいベースメイクやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、崩れますね。崩れるの嫌ですね。崩れやすいんだけどどうしたらいいですかっていうご質問を受けた時に、まず最初に確認することが何かっていうと、ファンデーション結構量を使って厚く塗ってませんかっていうのがまず一番最初に言うこと。そして2つ目、お粉パフパフすっごい崩したくないからバフバフに使ってませんかっていうのはまず確認するんですよ。ということで、ちょっとね、最初から順を追って崩れにくくするための対策を今日はねやっていきたいと思いますよ。はい、まずスキンケアでございます。ベースメイクを崩れにくくするためには、このスキンケアで土台をしっかり整えておくっていうのが何より最優先で、まずはですね、崩れやすい皮脂崩れなのか乾燥崩れなのかにもよりますけど、だいたい毛穴がこう出て開いてて油が出やすい傾向にある人っていうのは皮脂崩れの人が多いですけど、そういう人がまずやってみてほしいのは実はローションパックだったりする。これちょっとこのサムネ、ぜひこれを見てください。はい、皮脂崩れよりもどっちかっていうと乾燥崩れだったり、なんかどっちかっていうと乾燥の方が気になるんだよねみたいな感じの人は、こちら、はい、拭き取り角質ケア拭き取り化粧水、こちらをちょっとね参考にしてやってみていただくのもいいかなと思います。その上で、これはもう乾燥肌であろうが何であろうが、皆さん共通している言えるのは、その後のスキンケアです。やっぱりね、化粧水をしっかりと多めに肌に入れてあげること、これ非常に大事。最近私がちょっと編み出しまして、少し今やり方を研究したものがあります。これを今日はご紹介したいと思います。しっかり化粧水を肌に浸透させるために、はい、シルコットのウルウルコットン2分の1ってやつです。はい、こちらこういうふうにね、ここにミシン線が入ってるんですよ。はい、入ってるんですけど、これをこれにね、化粧水をちょっと多めに含ませていただいて、でこれを2つに分けてですね、ここに貼り付けます。角質ケアの時と同じような感じですけど、結構これスポンジ状になっててすごいよく含んでくれるんですよ。なのでこれをまんま、これをここはずっとここに貼り付いたまんま、ここに手にこうべちゃべちゃってつくので、これをしっかり目元、おでこ、鼻、口元、首などに、これ何回も何回もこうやってかったるいことしなくていい。しかもここにずっと貼り付いてるから、この毛穴の気になる部分だったりとかしっかり保湿ができるので、ね、崩れやすいところとかそういうところにしっかり水分補給をしていただいて、ね、時々私はこの、移動させてですね、こうやって入れていきます、肌にね。はい、こんな感じで。そしたら、美容液を入れたり、するわけですけど、皮脂崩れの人はこういうね、ビタミン系の美容液、これは毛穴ボって、私は割と毛穴が気になる皮脂が多いタイプなんで、こちらビタミン C、乾燥崩れとかシワとか気になる人とかだったら、セラミドとかそういう美容液を入れてもいいんじゃないかなと思います。しっとり保湿重視の。でもさ、それで少し
そんな時間ないっておっしゃる方もしかしたらいるかもしれないです。でも崩れるストレスと比較してその間こう直さなきゃとかいろいろ考えちゃうわけじゃないですか。そう思うと私ほぼもう鏡も見ないぐらいなんですよ。そっちの方が良くないですか。まあそれはね個人差はあるかもしれないですけどね、うん、はい。そしてクリームですね、はい、こちらはアビリティさんのクリーム、はい、これをでね、ここでね油が出やすい人、クリームとか乳液をつけたがらない人結構いらっしゃるんですよ。塗った方がいい、私の経験上絶対塗った方がいい。クリームとか乳液っていうのは蓋をする、水分が逃げない、蒸発しないように蓋をする役目なんですよ。これをしないと結局水分が逃げていってしまって潤いがなくなるので自分で調整しようとするんですよね。で私とかみたいな混合肌さんで油が出やすいタイプの人は自分の皮脂を余計にもっと頑張って出しちゃうんですよ。なのでもっともっとどんどん皮脂が多くなって出やすくなって化粧崩れを起こしていくっていう風に私はそう感じてます。水分量がすごく極端に低くて油が出やすい人っていうのはそこをすごい気をつけられるといいかなと思いますね。で日焼け止めを塗ってまいります。日焼け止めの種類の中にポリマーっていうシリコンっていう油膜になってくれる、その膜を張ってくれるような成分があるんですけど、それが入ってるとちょっと顔がこう乾燥するような気がして気になる方も結構いらっしゃると思うんですよ。なんだけどもしもですね、冬はすごいそういうのが気になるっていう方でも夏になってきて乾燥肌さんでも水分量の多い乾燥肌さん、ただ皮脂が少ないだけの乾燥肌さんとかだとお化粧が油が出てるわけじゃないんだけどこうお化粧が水分で汗で流れてしまってファンデーションなくなっちゃうみたいな感じがする方結構いらっしゃるんですよ。そういう人はちょっとそういうポリマーが入っているシリコンが入ってる日焼け止めとかを使うといいかなと思います。まあ私がよく使うのはこちらのアビリティさんのナチュラル UV ミルク、こちらはシクロペンタシロキ酸っていうシリコンが入ってます、うん、そしてこちらノブもシクロペンタシロキ酸が入ってます、はい、こういうのを使うといいかなと思います。今日はちょっとアビリティさんを使おうかなと思います、はい、でこの時もなるべくこすらないように、下地とかファンデーションとかに日焼け止めが入ってるから日焼け止め必要なんですかっていう質問されるんですよ。なんですけど、さっき一番最初の冒頭に言ったこと覚えてます？崩れる原因、ファンデーションとか結構量多くて厚く塗ってませんかって。ってことはですよ、ファンデーションとかの日焼け止めの効果をあんまり信用できないわけですよ。薄くしか塗れないから。なので日焼け止めはしっかり塗る、はい、今もう一回塗ろうかなと思ってるぐらい私、はい、一回の量どれぐらいか気になるでしょ。今手に出したのこれぐらいです、はい、特にねこの脇の方とかね、これがもう下地でもいいぐらいなんですよ。これで日焼け止めじゃなくてベースメイク、化粧下地をやらないで、もう一回、これで笑わないでくれる。これがもうこの日焼け止めが化粧下地の代わりぐらいでも大丈夫だと思います。続いて下地なんですけど、私がよく使ってやっぱり崩れにくい、ね、夏はやっぱりこのナンバーズイン3番とか結構使ったり、こちらもやっぱり好きなんですよね。崩れにくいです、はい、これもやっぱりシリコン、先ほど言ったシリコンの成分が入ってます、はい、
なのでそういうのをちょっと参考にするといいかなと思います。はい、じゃあちょっとこれを一回塗ってみましょうか。コスメデコルテのフローレススキングローライザーです。はい、いつもだったらもうこれだけ、日焼け止めとこれだけで、あとコンシーラーでベースメイクは終わりなんですけど、そしてファンデーションなんですけど、ファンデーションとかだとやっぱり崩れにくいって言われてるファンデーションあるじゃないですか。デコルテさんのゼンウェアとか、はい、とか、これはセザンヌのシフォンフィットクッションファンデーションですけど、ちょっとマットなフィットするファンデーション、クッションファンデなんで、こういうものとかも割と崩れにくい。そしてこの私が好きなファブスも割と少しマットで軽い感じなんですよね。軽いっていうのはどっちかっていうと水分が多いっていうか、油が少ないので崩れにくいです、軽いファンデーションっていうのは。そしてさっき言いました、軽い方が崩れにくいよって言いました。軽い代表パウダーファンデーションです。これ粉なんですよ、軽いはずなんですよ、油じゃないから。これつけ方によっては本当に崩れない、つけ方によっては。最初に言いました、ファンデーションが多くないかっていうのと、あとパウダーパフパフいっぱいつけてませんかね。これをいっぱいつけすぎると崩れやすくなります。なので、そういうのを参考にして見ていただけたらいいかなと思います。ということで、今日は崩れにくいファンデーションをどうやって薄く塗るかっていうのをここで改めて私やってまいりたいと思います。ゼンウェアでございますよ。はい、ファンデーションは小豆1個分以上出さない、もうね、最初から出さない。そして全顔を塗るっていうよりは、必要なところにだけ塗ると思っておいてください。今日はちょっと筆塗りにしてみようかなと思う。筆塗り指でやるとね、どうしても厚ぼったくなりやすいんですよ。でこの時に注目なのが、これついてるかついてないか分かんない、ここいきますよ、ここにちょっと取るじゃないですか。この状態でペトってついてるとこれを伸ばさなきゃいけないから厚になるんですよ。これを薄く筆の表面になじませて、この状態、これをつけていきます。特にこの部分、隠した一番なんか綺麗に見えるのがこの目の下の部分を綺麗につけると肌が綺麗になったように見える、必要最低限で。これだけでもかなりの効果を発揮してる、これでいいんです。でシミを隠そうとしないんですよ。シミはコンシーラーにお任せする。はい、のでこれで結構割とマットな感じの仕上がりですけど、水分が出てなくなっちゃうっていう人もこういう風につけたら割と持つと思います、崩れにくいのはね、そしてパウダーです。冒頭に言いました、崩れやすい原因ファンデーションが多くないか、そしてパウダーをバフバフいっぱい叩いていないか、はい、この2つが最大の崩れやすい原因になるわけですが、はい、やっぱりパウダーは少なめの方がいいんですが、特に皮脂崩れしやすい人、混合肌さん、皮脂が多く出る人は粉はもうやめよ、すっぱりやめよ、はい、それで解決することって結構あります。混合肌さん、油出やすい人、ぜひちょっとね、不安感はあるかもしれない。一般的によく言われてるのは粉をすると崩れにくくなるって一般的には言われます。ここは皮脂崩れの方、毛穴落ちする人、すっぱりやめましょう。はい、これは私はね声を大にして言えます。はい、
それで解決できた方が何人といることでしょう。ぜひそういう方はコメント欄に、はい、私はパウダーやめて崩れにくくなりました、ぜひコメントください。はい、でも例外がいます。水分量が多くて汗のようになって流れちゃって、気がついたらなくなっちゃってる系の人はこなしていいです。例えばですよ、この前髪が汗でこの水分に張り付くとかっていう人結構いらっしゃると思います。こうペタペタ前髪が肌に張り付いちゃって、もう粉打たないとっていう人が時々いらっしゃるんですけど、そういう人は粉打った方がいいかもしれない。ということで、まとめます。土台を整えましょう。どんな肌の人も、崩れやすい人、まずは土台を一緒に整えていかないと、いくらメイクだけで崩れにくいものを使っても変わらない。そして、スキンケア、化粧水は多めにたっぷりとしっかり丁寧に入れていきましょう。はい、で美容液をした後の蓋まで、クリームか乳液、そこまでしっかりやって水分保持力を上げることを意識していく。そして日焼け止めと、化粧下地においてはシリコンが入っているものを選んでみると崩れにくくなるよっていうことですね。はい、そしてファンデーションは崩れにくいと言われているものを薄く塗っていくってことです。はい、パウダーは、混合肌さん、皮脂崩れしやすい、毛穴崩れだったり皮脂崩れしやすい混合肌さんはもうパウダーはやめよう。はい、これでね、本当に解決することたくさんあります。ぜひ皆さん試してみてください。ではバイバーイ。